できないので、そちらだけご了承ください。撮影されたい方、立ってご覧になりたい方は赤い柵の後方でお願いいたします。場所の方は譲り合ってご覧くださいと喋ってる間に来てくれました、楽天イーグルスマスコットクラッチくん。なんかそのね、袴姿だとクラッチくんっていうかクラッチさんだね、クラッチ師匠かな、クラッチ師匠だね、クラッチ師匠、皆さん聞いてくれたかな、この間師匠のね、かすみ師匠と姉弟子の皆さんと合奏しました。聞いてくれた人いますか？ありがとうございます。練習のね、成果を披露したわけですが、どうだった？私がどうだった？めっちゃかっこよかった、めっちゃ上手でしたよね、でしたよね。その時の様子だったり、あとクラッチくんの三味線の様子 SNS で見られますので、ぜひぜひチェックしてね、インスタグラムかな、クラッチくんたち のマスコット専用のインスタグラムがありますので、ぜひ皆さんチェック&フォローの方もよろしくお願いいたします。ということでクラッチくん、今日は3曲、お、3曲弾いてくれます。いつもの3曲かな。ほい、じゃあまず1曲目は、津軽三味線といえば津軽ジョンバラ節ですね。このね、三味線、本物、人間用なんです、人間用なんですが、クラッチくんのこのモフモフの手羽先で弾きますので、皆さんぜひ拍手や手拍子で応援をお願いします。で、最後の方にジョンバラ節の早く弾くとこあるんだよね、タラララタラララっていうところが、ここです、ここ来たら皆さんぜひ拍手をお願いします。見どころなのでね、ぜひぜひお願いします。じゃあクラッチくん準備いいかな、 OK、 それでは皆様お楽しみください。クラッチくんによる三味線で津軽ジョンバラ節です、どうぞ。こんなものではございません。お、この後弾くのが球団歌、この後は羽ばたけ楽天イーグルスをなんと三味線バージョンで披露してくれます。皆さんもちろんご存知の曲だと思うので、手拍子でねお願いします。ちょっとチューニングがねあれだったかな、久しぶりだからね、いい感じ、調整中でございます。皆さん今日もね、すごく空が高くてとても晴れているので、水分補給たくさんして熱中症にならないように気をつけてくださいね。さあ OK、 いい感じ。それでは2曲目お聴きいただきましょう。クラッチくんによる三味線で羽ばたけ楽天イーグルス。
いい感じ、チューニングいい感じだった OK、 お、いい感じだそうです。じゃあこの調子で最後の曲いこうか。最後の曲はですね、山形、山形といえば花笠音頭ですね。いつも聞いてるんですが、今日山形から来た人いますか？あ、いた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 、あ、いたいた、あ、いた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 、ありがとうございます。花笠音頭、掛け声があるんですよね。ちょいちょいっていうところと、やっしょうまかしょうっていうところがありますので、ぜひご存知の方、そちらの掛け声も一緒にお願いいたします。じゃあクラッチ君準備いいかな？ OK、 それでは最後の曲いきましょう。花笠音頭。記念撮影タイムをしていきたい。あ、お見事、クラッチ師匠ってある。お見事じゃない、お見事、そんなことないですよね。自分に厳しいね、謙虚なクラッチ君でございますが、最後せっかくなので皆さん記念撮影タイムにしましょう。クラッチ君のね、この世界に一着しかない袴で、ぜひ皆さんバッチリ写真を撮ってください。このお時間はベンチの皆さんも写真 OK です。ぜひ撮ってください。じゃあ3方向行こうかな。まずこちら側の皆さんからね、いきます。5秒間いきますよ。せーの、クラッチ5 4 3 2 1。 OK、 じゃあ反対側、スタジアム側の皆さんいきます。せーの、クラッチ5 4 3 2 1。 OK、 じゃあ最後正面いきましょう。せーの、クラッチ5 4 3 2 1。 OK、 クラチくんありがとう。皆さんもありがとうございます。三味線の披露は明日もあるんだよね。あ、ごめん、こっちにいた。明日もあるんだよね。 OK、 明日もね、演奏しますので、ぜひぜひ皆さん、よかったら明日も遊びに来てください。あとクラチくんたちのね、三味線の様子 SNS、Instagram でも見られますので、そちらもチェックしてください。花笠なんかあれだよね、クラチンガちゃんが前に踊ってくれたんですよ、花笠を持って。それも見られますので、ぜひぜひチェックの方をお願いいたします。ということで、このお時間はクラチクによる特技披露、三味線披露でした。皆さん、今一度大きな拍手お願いします。クラチクお疲れ様。大丈夫大丈夫。ちょっと落ち込んで、いや、まだまだ特訓中ですが、上手でしたよね。優しいファンの皆さんです。明日も三味線披露しますので、明日もよかったら来てください。さあ、そしてこの後のステージスケジュールが、東北ゴールデンエンジェルスのダンスパフォーマンスで、その中にもね、今クラッチ君、花笠
温度を引いたじゃないですか。エンジェルスも花笠踊るんです。そう、踊るんですよ。花笠だけじゃなくて東北6県のお祭りを題材にしたダンスがありますので、今日も踊るってさっき小春が言ってました。小春が嘘ついてなければ踊ります。踊るそうです。ぜひぜひ皆さんそちらも楽しんでてください。じゃあ聞いてみましょう。エンジェルス。